どうも皆さんこんにちは、三田です。今日はね、炎鵬の話題ですね。炎鵬といえば現在3場所連続休場中ですね。先場所の9月場所、そして7月場所は全休、その前の5月場所で途中休場となって、そこからずっと休場が続いているといった状態です。この炎鵬のね、現状についてのお話ですね。炎鵬といえば皆さんご存知の通り、非常に人気力士ですね。イケメンなのはもちろんなんですけども、とにかく体がちっちゃいと。公式のプロフィールで167センチ100キロということで、とにかく本当にね、体がちっちゃいながらも強いというのが、特徴でしたね。自己最高位は2020年の3月場所の東前頭4枚目ということで、170センチ未満、そして100キロもないような体ながら、幕内のね、上位まで行ったということで、本当に多彩なテクニックを持つ、とにかく本当に相撲がうまいなと。経験者から見ても本当に舌を巻くようなね、レベルの、テクニックの持ち主ではありました。ただ最近は、その体のね、蓄積のダメージもあり、重量での戦いが続き、そしてついに5月場所から休場が続いているといった状態です。この炎鵬、現在炎鵬と Google で検索してみるとですね、なんと引退と、炎鵬スペース引退というふうに出てきてしまうぐらい、みんなちょっとこうどうしたのと、炎鵬どうなってるんだというのをね、気になっている力士ではあります。その炎鵬ですが、昨日の中日スポーツの記事ですね、こんな記事が出ていました。2週間寝たきり、炎鵬が入院中に切り替えたメンタル面、関取を守ることに追い込まれていたというね、記事があったので、こちらを引用しながら紹介していきたいと思います。記事ではこう始まっています。笑顔と明るい口調からはとても想像できない壮絶なリハビリ生活だったという文から始まっています。炎鵬現在首の椎間板ヘルニアで休場中なんですけども、本当に大変なね、リハビリ生活だったようです。夏場所途中休場した時から約2週間入院していたということで、それ以降はね、ずっとリハビリを続けていたみたいです。リハビリもね、かなりのレベルのとこからのスタートだったということで、この記事枠、手を使って紐を結ぶとか、ペンを持って文字を書くことがリハビリの第一段階でしたからということで、もう本当に相撲を取るとかそういうレベルじゃなくて、日常生活の、それもかなり簡単なこと、手先を使って何かをするという、そのレベルからのスタートだったようですね。首のヘルニアというのは、本当程度にもよるんですけども、かなりね、本当に深刻化すれば本当に日常生活もままならなくなると、そういうレベルになってしまう、その一歩手前ぐらいだったのかな、そういうとこまで追い込まれていたということです。やはりね、体が小さい普通の力士の半分、もしくは半分以下ということもありますから、その状態で15日間自分より体の大きな相手にぶつかっていくというのはね、本当に蓄積疲労はね、とんでもないものがあったんだろうなと思います。このヘルニアの原因となった首の痛みについては、新入幕の2019年から抱えていたということです。炎鵬、本当にね、見ていても大丈夫かなぐらいのね、首を気にする様子があったりする時もありましたね。僕も非常に印象的なのが、2020年の本当炎鵬が幕内に上がって、本当人気絶頂ぐらいの時ですね。プライベートの時に会う時があったんですけども、その時すでにね、かなりこう首を気にしていて、もう相当やばいですみたいな
感じで行っていた。それがもう3年4年前ですから、それがかなり印象的ですね。そしてその積み重なったダメージが、限界に達したのが夏場所だったということで、そこから休場し2週間近く入院し、リハビリをという感じになってしまいました。約5年ほど守っていた関取の座からも落ちてしまい、現在の番付は幕下に落ちて、黒回しになってしまったんですけども、本人的にはね、かなりメンタル面はね、リセットされたみたいですね。本人曰く、関取の座を守ることに必死で毎日追い込まれていた。それから解放されてすっきりしているということで、もう本当に思い切ってね、休んだ、もう体も限界を迎えていたんですが、心の方もね、かなりこう来ていたんだろうなと思います。現在はね、その体を癒しつつさらに精神面も癒しているといった状態でしょうか。そして現在の炎鵬なんですけども、回しを巻いて土俵に戻ってきています。本場所の出場というものはもうちょっと先になるんですが、元気にしこやすり足と、そういった基礎運動ができるくらいまではね、戻ってきているようですね。本人曰く、復帰の目標は来年の初場所ということで、来場所の11月場所というものはもう全休することがね、ほぼ確定しています。そうなるとすれば、おそらく3段目からのスタートになるとは思います。ただそれでも本人的には番付を気にして追い込まれたりということがないので、ただただ自分のね、もう一回土俵に上がりたいと、しっかり体を癒してまた体を作ってと、そういう気持ちになっているみたいですね。どこまで落ちても土俵に必ず戻りたいと、今はその一心ということで、現在必死にね、リハビリを続けているようですね。一番大事なね、心が折れていないっていうのがね、本当に救いかなと思います。最近ではね、本当に横綱の照ノ富士もそうですけど、裏もそうですけどね、幕内経験者が下に落ちてそしてまた戻っていくというね、そういう事例が多いので、そういうものもね、心の支えの一つになっているかもしれません。本人はもうちょっと待っていてくださいと、笑顔で話したということで、炎鵬の記事ね、最近どれを見てもこう笑顔がね、すごくこう印象的ですね。一つこう重荷がね、取れたというか解放されて、本当精神的に前向きになっているなっていうのがね、伝わってきますね。僕も一相撲ファンとしてね、炎鵬の復帰を待ちたいと思います。入院当初は本当寝たきりで自力でも立つことができなかったと、本当に指先の運動から始めたぐらいのね、もう本当そっから相撲を取れるぐらいまでまた戻ってこれるのかという、なんかそういう心配もありますけども、本人がね、絶対戻ってくるというふうに言っているんで、それを信じてね、待ちたいと思います。宮城野部屋ね、炎鵬もそうですけど、輝鵬、そして白鵬鵬と、なかなかね、怪我人が増えてきていますが、全員ね、全員の復帰をね、信じて待ちたいと思います。特に炎鵬、彼の相撲がね、もう一回見たいですね。もう一回土俵を沸かす姿をね、見たいと個人的にも思うので、応援して待ちたいと思います。ということで、今日は宮城野部屋の炎鵬、現在とそして復帰に向けての意気込みということでお話しました。ということで、終わり。アディオス。